人は自分でないものを所有しようとして逆にそれに所有されてしまう。より深く所有しようとして逆にそれにより深く侵食される。人は自由への夢を所有による自由へと振り替え、そうすることで逆に自分を最も不自由にしてしまうのである。そこで人々は所有物によって逆規定されることを拒絶しようとして、もはやイニシアティブの反転が起こらないような所有関係、つまりは絶対的な所有を夢見る。あるいは逆に反転を必然的に伴う所有への憎しみに駆られて、あるいは所有への絶望の中で所有関係から全面的に降りること、つまりは絶対的な非所有を夢見る。先制君主の凄まじい乱秘からアッシジのフランチェスコやヨステビトまで、歴史をたどってもそのような夢が何度も何度も回帰してくる。繰り返し言うと、この根底にあるのは、人は自己の存在を意のままにしうるものである、自分を自由にデザインしうるものであるという思考法である。言うまでもなく、それが現在ではファッション産業から健康産業、ボディースカルプチャーからメンタルトレーニングまで、セルフイメージの演出として巨大マーケットの一角を確実に占めるようになっている。いや、それどころか物をではなく商品への欲望そのものを生産していく現代消費社会における産業の核になってきている。美しい私、清潔な体、健康な体、フィットネス感覚。もしボディが理念としては自由にデザイン可能であるとすれば、そこからボディは自由に制作可能であるとする思想まであと一歩である。事実、米国ではすでに単細胞有機体のみならず、ある種の多細胞生態もすでに裁判所では特許や著作権が適用可能なものとみなされるようになっている。人工授精や代理妊娠、凍結肺などはさらにそれ以前から認可されている。ボディケア用品の店という意味でのボディショップが、文字通り臓器や胎児、遺伝子や血清生産工場としての脳死体など、ボディの販売店の意味へとさらにずれてしまう可能性が大いにあるということである。もしこうした生命の商品化を嘆くなら、まずはそうした行為の底にある思想を、つまり私の体は私のものだから私が自由に処分してよいというディスポニビリテの思想をこそ検証しなければならない。さて、所有関係の反転が所有関係から存在関係への変換となって減少するような後者のケースについては、マルセルはその最も極限の形を殉教という行為のうちに見出している。殉教という行為の中で人は自分の存在を他者の所有物として差し出す。自分の存在を意のままにならないものとする。そのことで初めて自分の存在を手に入れる。自分という存在を自らの意思で消去する。そういう体の自己所有権の行使は、その極限で存在へと反転する。そういう所有のパラドックスがここで最も法外な形で現れる。この論述の中で注目したいのは、自己の体を所有物としては放棄することで、つまり自分の体を他者のものにすることで、人は自分自身との所有という関係を超える。つまり所有権の放棄ではなくて、所有関係を超えるという意味での所有権の否定がここで問題になっている。私の体は私の意のままにならなくなる。そのことで私はより深い存在を手に入れる。これは
私の体は私のものかという、私たちが冒頭に立てた問題に直結する問題である。